大塚豊は、東京都江戸川区出身の元プロ野球選手、宇藤右みち。小学6年生から江戸川南ジトルリーグに入団し、2000年の全日本選抜大会で優勝。3番星として活躍した。シニアリーグでは、内野試験投手として活躍し、クリーンアップを打っていた。高校は、江戸川南の先輩である、小屋の栄一、高口高行の後を追って、 創価高等学校に入学。創価大学進学後は、リーグ戦で1年目に最優秀新人賞、最優秀投手賞を獲得し、2年目以降も、防御率が2.02が、最も悪い成績で、他の防御率は常に0点台から1点台前半、23連勝のリーグ新記録を含む通算41勝1敗の、圧倒的な成績を残し3度の最優秀投手賞。 4度のベストナインと MVP を獲得した。2009年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズが2位で指名し、交渉権を獲得した。2010年は、大学通算防御率1.09を買われ、即戦力と期待されていたが、入団前から痛めていた肘が想像以上に悪く、3月15日にトミー・ジョン手術を行い、成功したが、 シーズン中は2軍登板もなかった。2011年は2軍で中継ぎでの登板できるようになり、中盤から2軍で先発に復帰した。7月9日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦で1軍初登板も果たした。2012年は1軍登板なしに終わった。2013年は中継ぎで8試合に登板したが、防御率4点台と安定感を欠いた。 2014年は7月3日の埼玉西部ライオンズ戦でプロ初勝利を挙げた。14試合の当番で一勝にホールドだった。2016年は一軍当番がないまま、10月1日に戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約工事された。やや下半身の硬さを感じさせるフォームで、ストレートの最速は時速144キロメートル。変化球は、 高校時代に独自に編み出した3種類のフォークボール、スライダー、カーブ、チェンジアップ、シュートと多彩。最速時速 144km だが、通常は時速 130km 後半の直球と、ストライクを取る球、落差を大きく空振りさせる球など状況に応じ、自由自在に操る3種類のフォークが武器。過去最高8球連続だが何球でも続けられると、 雑誌コメントしている。江戸川南リトルシニア創価高等学校、創価大学という経歴は、小屋の栄一、高口高行と全く同じである。ありがとうございます。